ここからは空色図鑑です。東さん、はい、今日は午前中から暑くて、はい、ちょっと長袖できたんですけど半袖だったかなと思いました、はい、そうですよね、うん、僕もスーツは着たくないなというような一日でしたけれども、はいはい、本当に暑くなりました、はい、そんな県内の最高気温から見ていこうと思います。今日の県内の最高気温ですけれども、はい、半分以上の地点で25度以上の夏日と、ね、なりました、はい、高知市も 25.6 度ですのでやっぱり半袖が着たく、ね、なるような、ね、気温となりましたし、はい、最も気温が高くなったのは西部ですね、四万十市です、うん、中村や江川崎では28度を超えてきました、はい、6月下旬並み、もう梅雨が明けるような頃の、ね、気温と、ね、なってきましたので、はい、もう夏のような暑さと、ね、なりました、はい、こうなってくると熱中症に注意をしてほしいですね、はい、この先は水分などこまめに補給してください。明日はここまでとはなりませんが、まだ季節外れの暑さは続きそうです。明日の天気図を見ていきましょう。明日午前9時の天気図です。南の方に前線を伴った低気圧があるんですね。この低気圧はですね、南の方に離れていますので、はい、雨は今のところ降らない予想となっているんですが、予想よりも北に県内に近づいた場合は沿岸部を中心に雨雲がかかる可能性がありそうです。そのあたりを詳しく見ていきます、はい、まずは各地の天気をマークで見ていきます。今のところは雨は降らない予想で、はい、午前中は曇りますが午後からは晴れる、降水確率も 10% 程度となっています、はい、天気を時間ごとに見ていきましょう、はい、朝です。朝は県内全域で曇りと、ね、はい、なっています、うん、はい、低気圧が一番近づく時間帯ですね、はい、この旗地区見てみるとですね、はい、濃いグレーになってますよね、うん、はい、雲が厚くなるという予想になっているんですが、この辺りにですね雨雲がちょっと重なってしまう可能性があって、パラリと雨が降る可能性がありそうなんですね、はい、ただ低気圧が離れると一気に天気が回復に向かいます、はい、昼過ぎそして夜とですね、うん、快晴となりますので、はい、この後は雨は降らない見込みとなっています、はい、では気温を見ていきましょう、はい、朝の最低気温です、うんうん、高い、そうですね、うん、今朝と同じかやや高め、高知市も17度、はい、山沿いでも15度前後までありますので、うん、朝から過ごしやすい気温となりそうです。日中の最高気温を見ていきましょう、はい、こちらはですね今日よりも低くはなるんですが、はい、それでもね、うん、24度、はい、3度、四万十市中村はですね、はい、25度の予想でして、うん、連日の夏日となりそうです、はい、季節外れの暑さはまだまだ続きそうですね、はい、明日も水分補給しっかりと取ってください。では海予報を見ていきましょう、はい、明日の波と風なんですけれども、低気圧が近づく午前中はですね波多や室戸でやや強く北寄りの風が吹きそうですが、はい、その後は風は弱まりそうです。波は全域で 1.5 メートルの予想となっています、はい、では黄砂のお話です。はい、今日ちょっとぼんやりとね風景が霞んでいましたけれども、はい、こちらですね、はい、今日のお昼のです衛星写真になります、はい、ちょっと見てほしいんですけれども、はい、ここ日本海なんですけれども、はい、もうこれを見るだけでこう砂ぼこりが舞っているような感じですね、はい、ですね、茶色くなっていますよね、はい、これが黄砂なんですね。この黄砂が流れてきているといった状況でして、はい、うん、明日までこの黄砂に注意をしてほしいですね、はい、今日の午後6時、今の時間帯ですね、今も漂っている状況となっていまして、はい、明日は量は減るんですけれどもまだ残りそう、そして抜けていくのが金曜日という予想ですので、明日まで黄砂に注意をしてください、はい、週間予報を見ていきましょう。この先なんですが、晴れる日はですね金曜日までと、ね、なりそうですね、はい、ですのでこの金曜日までの晴れ間を有効に活用してください、はい、土曜日から天気が崩れてきまして、うん、来週になってもですねなかなか晴れのマークが顔を出さない状況になっています、はい、長雨になるかもしれません。気温は金曜日までですね、はい、季節外れの暑さが続きますが、その後は平年並みの暖かさに戻りそうです、はい、ということで明日のポイントは、午前中は曇り、西部ではにわか雨がありそうです。午後は晴れて青空が広がります。黄砂の濃度は薄まりますが明日まで注意をしてください、はい、気温は今日よりやや低くなりますが季節外れの暑さはまだ続きそうです、はい、以上空色図鑑でした。